京セラドーム大阪です。阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスのゲームです。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。西さん、今日はデーゲームなわけですが、デーゲームとナイトゲーム、西さんはどちらがいい悪いというのはあったんですか？まあ、朝早いのでね、デーゲームはちょっと苦手でしたけれども、まあ、ナイトゲームはね、やはり、お客さんもたくさん来ますからね。そうですよね。バッターボックス柳田、ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は何から入ってくるか。ランナー動きませんね。ちょっとヒヤッとしましたよね。危なかったですよ今のボールは。はい、ど真ん中見送ってストライク、ファウルになります。まあ、牽制のうまいピッチャーですから、ランナーは要注意ですね。ああ、そうですね。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。バッターボックスは6番村上。連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあ、タイガース点差を縮めていこうかというところ。やはりピンチですから初球も慎重になりますよね。なるほど、そうですね。一塁牽制セーフ。さあ、3球目は何か。さあ、走りやすいカウントになっています。切りました、ファールボールです。西さん、犠牲フライの打ち方というのはあるんですか？ボールをバットに乗せて運ぶように打つとフライが打てると思いますけどね。なるほど。インサイド打ちました。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。三塁セーフ。1点返しましたタイガース。センター前のタイムリーヒット、3対1タイガース。迎えるバッターは5番柳田。中へ決まって、これはストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。右中間へ、ワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる。打ったバッターセカンド待って三塁に向かう。バッターランナーは三塁まで進みました。タイガース勝ち越しました。4対3。さあ、リードしました。バッターボックス村上、先ほどの打席で打点を挙げています。打点はつきましたけど、チャンスでちょっと不甲斐ないバッティングでしたね。ここはいいバッティングをしてアピールしたいですよね。期待しましょう。田中、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。次が3球目。ファウルになります。変化球、これは空振りです。2ボール2ストライクと追い込んでいます。打った、高く上がった、センターが下がっていく、下がって、入った、ホームラン。勝ち越しのホームランです。タイガース試合の主導権を握る大きな一発となりました。追い込まれてからのストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。タイガース勝ち越し、6対5になりました。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び。2番バッター青木、センター青木。次が2球目。真ん中でしたが、これを見送ります。ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました、ファールボール。まあ、ここは臭いところも手を出す可能性もありますから、ボール球を振らせたいですよね。なるほど、そうですか。ファウルです。ここは見送ります。ライナー抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。さあ、そして打席には菊池が入ります。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。
ここはこのまま抑え切って勢いづかせないようにしたいですね。なるほど、そうですね。打ち上げました。掴んで3アウト。反撃は許しませんでした。ランナー出ましたがホークス。さあ最終回、京セラドームが歓声に包まれました。最後を締めるのはもちろんこの人です。西さん、ついに9回を迎えましたね。本当ですね。もうとにかく最後までどうなるかわからないですね。本当にそうですよね。ファウルになります。打ちました。渡辺、アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の丸。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。インコースを厳しく攻めます。ストライクになります。ワンボールツーストライクです。変化球空振り。バッターボックスには9番中村。今日はまだ当たりがありません。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。2アウトランナーありません。さあ勝利まであと1アウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウト、ファールフライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。最後はピシャリと3人で締めました。タイガースが僅差で勝利を収めました。なんとか逃げ切りました。里崎さん、緊張感のあるゲーム展開の中で勝ち切れたというのはどのあたりがポイントだったんでしょうか。まあ回ってきたチャンスをしっかりものにできたことでしょうね。今日は本当に集中してたと思いますね。そうですね、非常に高い集中力の中見事勝利を収めています。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のホークスですが残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。本日はご来場くださいましてありがとうございました。今日は晴天に恵まれました。ホットモットフィールド神戸からお伝えしてまいります。阪神タイガース対千葉ロッテマリーンズの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、今日はデーゲームなんですが選手にはどのような影響があるものなのでしょうか。まあ今の選手はコンディションを作るのが非常にうまいので、特にデーゲームだからといって大きな影響はないと思いますけどね。そうですか。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。まあ早いうちに点差を広げておくに越したことはありませんからね。なるほど、そうですね。まあここは犠牲フライでも OK ですから彼なら問題ないでしょうね。はい、さあこのチャンスしっかりものにしておきたい。これもファウル。まあここはクリーンアップですから最低でも犠牲フライという感じでしょう。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。ここは犠牲フライで OK ではあるんですが、まあクリーンアップなんでそれ以上期待したいですよね。そうです。インコース詰まりました。取ってツーアウトです。さあそしてバッターボックスには柳田が入っています。さあ2アウトにはなりましたがなおもチャンスは続きます。打った、スタンド一直線、モンクナ入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。初球でした。見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。追加点が入りましたタイガース、3対0。
らしいホームランを見せてくれました。ベンチではチームメートに迎えられ盛り上がっています。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターは太田、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね、ここも思い切っていってほしいですね、そうですね。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。リードはしてますが点を取られたんですぐに取り返しておきたいですよね。さあまずは先頭バッターを出していきたい。大きく外れてボールです。体に近いところ。さあ5球目は何か。真ん中決まった。スリーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは4番糸井、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね、はい、さっきのタイムリーで乗ってると思うんでここも期待できるんじゃないですかね、はい、切りました。ファールボールです。このカウントは狙い球を待ちつつもその他のボールの対応も考えているでしょうね。なるほど、そうですか。これは一塁側のスタンドに入ります。打ちました、いい当たりだ。これは行きますね。頭上入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。弾丸ライナーでライトスタンドに突き刺さった。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、10対1。主砲の一発で1点を追加します。点差はますます開いていきます。バッターボックスには指名打者の百瀬、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。初球ボール、2球目は何で来るか。インコース決まりました。159キロ。ファウルになります。変化球で空振りを取ります。これで2アウト。打順は3番石垣、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。2アウトランナーありません。変化球わずかに外れました。ワンボールツーストライク。さあ勝負してくるのか。いや、ストライクと言われてもおかしくないボールですね。膝元変化球がわずかに外れています。空振り三振、スリーアウトチェンジ。この回マリーンズ3人で攻撃を終えています。8回の裏に入りました。タイガースの攻撃、打順は5番柳田、前の打席ではフォアボールを選んでいます。タイガース攻撃が噛み合い大量リードで8回の攻撃に入りました。赤星さん、点差はあるんですけれども先頭バッターとして役割をぜひ果たしてほしいところですよね。そうですね、点差があるからこそ丁寧に繋いでいくしかありませんからね。打ちました、いい当たりだ、高く上がった、ぐんぐん入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。このホットモット神戸に美しいアーチを描いてみせました。三塁キャンバスもあってホームに帰ってきました。14対1。さらに1点を追加します。大きく、ピッチャーの状態なんですがやや疲れを感じているのかもしれません。タイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。西さん、ファンとしては気持ちのいい試合だったのではないでしょうかね。いや、そうなんですよね、打ってるバッターはね、もっと気持ちがいいですよ。非常に見ていて気持ちのいいゲームになりました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。
一方のマリーンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。よく晴れた天気になりました。 ZOZO マリンスタジアムからお伝えしてまいります。阪神タイガース対広島東洋カープのゲームです。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。エース対策をベンチも当然考えてきてるでしょうね。いや、続くバッターは阿部。届きません。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁二塁です。打席には3番バッター太田。さあしっかりとつないでチャンスの場面を迎えています。いい形でつなげましたね。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。初球打ち高く上がった。ぐんぐんだ突き刺さった。先制のスリーランホームランです。タイガース白球高々と舞い上がり、ZOZO マリンのスタンドに消えていきました。初球でした。ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。いや速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。打順は7番甲斐。今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せた。初球打ちレフト下がっていく下がっていく、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。弾丸ライナーでレフトスタンドに突き刺さった。三塁回って今ホームイン。12対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですが、どうでしょうか。配球表をご覧いただいています。今日は変化球の割合が多くなっています。お待たせいたしました。 ZOZO マリンスタジアムからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。カープ打順よく1番から始まります。田中がバッターボックスに入ります。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここもね、きっちり抑えたいですね。そうですね。タイガース大きく点差をつけて6回を迎えています。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。2番バッター菊池、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。今井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。三遊間、渡辺抑えて一塁アウト。バッターボックスには3番藤井、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ツーアウトランナーありません。高め変化球空振りです。これが2球目。切れてますね。確かにキレがいいように感じますね。あっという間に2ストライクです。振っていきましたが三振。3アウトチェンジ。この回カープ三者凡退です。14。今日はバッティング絶好調。この打席で3ベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱり3ベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきます。打ちました。センターに大きな打球、
センター下がっていく、下がっていく、センターオーバーのヒットになりました。これで3打席連続のヒット、ワンアウト満塁です。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒット、打ちました、スタンド一直線、入った、満塁ホームランが出ました。大量リードをさらに広げる大きな満塁ホームランになりました。追加点が入りましたタイガース。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。西さん、相手エースを打ち崩しての勝利です。これは価値ある1勝と言えると思うんですが、いかがでしょう。いや、大きいと思いますね。この1勝、まあ、ただの1勝じゃないですよ。まあ、相手にとってはもう本当に大きなダメージですからね。大きな勝ち星ということになりました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のカープですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが大勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで ZOZO マリンスタジアムから失礼します。本日はご来場くださいましてありがとうございました。お忘れ物などございませんよう、お書きになったお席付近をもう一度お確かめの上お帰りくださいませ。お忘れ物。今日は晴天に恵まれました。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。阪神タイガース対読売ジャイアンツの一戦です。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、相手がエースということで、これなかなか点を取るのが難しそうですね。そんなに大量点は望めないと思いますので、序盤からどんな攻撃をしてくるのかちょっと注目したいですね。はい、続くバッターは阿部。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁二塁。3番バッター太田、連打でチャンスを広げた場面となっています。いい形でつなげましたね。さあ、タイガース一打先制のチャンスです。甘いコースでしたが見送っています。打ちました、伸びていく、どうだ、入れば先制、入りました、ホームラン、先制のスリーランホームランです。タイガース白球高々と舞い上がり、楽天生命パークのスタンドに消えていきました。真ん中にスッと入ってきた変化球、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。タイガースが先制しました。3対0、見事な一発が飛び出しました。バッターボックスは2番浅村。まあ、タイガースとしては気を抜かずしっかり抑えないといけませんね。はい、さあここはしっかり守りたい。惜しいですね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。まあ、ここは際どいところも当てていかないといけませんね。見逃し三振、ピンチをしのぎました。バッターボックスは3番角中。先ほどの打席でヒットを放っています。ツーアウトランナー一塁二塁です。まあ、ここは見送るかどうかの判断が重要ですね。打ちました、ショート取った、一塁へ送ります。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。
ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。バッターは6番村上、今日はホームランを放っています。ワンアウトランナーありません。これはこのフライは切れそう、切りました、ファールボールです。打ちました、これは大きい、伸びていく、右中間深いところ破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー2塁となりました。切れていきます、ファウル。さあ2球目は何か、打ちました、痛烈、切れました、ファールボール。打った、フェンス直撃、打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。甲斐ヒットが出ました、ワンアウト3塁2塁です。抜けたような感じになりました、大きく外れます。打ちました、福田一塁へ、ツーアウトになりました。9番バッター菊池、今日はまだ当たりがありません。ツーアウトになっています。初球抜けてしまったでしょうか、大きく外れます、ボールになります、ボール先行です。狙ってるボールは来なかったんですかね。そうですね。打った、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてヒットになった、菊池ヒットが出ます、ツーアウト満塁です。バッターは DH 梶谷、今日は2つのフォアボールを選んでいます。ヒットで満塁としています。この試合は先発野手全員安打を達成しています。打った、ライトが追いかける、ぐんぐん入りました、ホームラン、満塁ホームランが出ました。大量リードをさらに広げる大きな満塁ホームランになりました。追加点が入りました、タイガース14対0。見事な一発が飛び出しました。8回の裏タイガースの攻撃です。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクル、ジャストミート、ライト下がっていく、下がっていく、ライト見送った、ソロホームランが出ました。弾丸ライナーでライトスタンドに突き刺さった。今ゆっくりと打ったバッターホームイン、15対1。さらに1点を追加します。リードをさらに広げていきます。タイガース打ちに打ちました、大量リード大量得点で勝ちました。赤星さん、今日はよく戦ったと言ってもいいんじゃないですかね。まあそうですよね、相手エースを打ち崩しての勝利ですからね、これは価値のある一勝と言えるんじゃないでしょうか。はい、この勝利でさらに勢いがつきそうです。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで楽天生命パーク宮城から失礼します。本日はご来場くださいましてありがとうございました。
よく晴れた天気になりました。楽天生命パーク宮城からお伝えしてまいります。阪神タイガース対福岡ソフトバンクホークスのゲームです。解説は石井俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤バッテリーにとって大事なことって何でしょうか。まあとにかくイニングの先頭バッターを出さないようにして、序盤の展開をコントロールしたいですよね。なるほど、序盤コントロール。続くバッターは阿部。外れていきます。ボール先行です。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁二塁です。しっかりつなげてきましたね。さあこのチャンスでバッターボックスには3番の太田が入っています。まず変化球決まってワンストライク。打ちました。弾き返した打球はセンターへ、抑えました。犠牲フライにはなりませんでした。まあここはつないでおきたかったんですけどね。このチャンスの間にね、なんとか得点につなげていきたいですね。そうですね。さあそしてこのチャンスで打席には4番の糸井が入っています。初球ボール。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。そうですね。力のあるまっすぐですね。外のストレート空振り、打ちました。この当たりはどうか、ヒットになった。セカンドランナー三塁を回った。サードランナーホームイン、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガースが先制しました。鮮やかなタイムリーヒット、2対0になりました。バッターボックス太田。ストライク、すぐに追い込みました。ファウルになります。次が4球目、またファウル。打ちました、いい当たりだ。伸びていく、どうだ、入れば貴重な。レフト見送った。ツーランホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。追い込まれてからの変化球、前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。追加点が入りました。タイガース4対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。6回の裏、タイガースの攻撃。打席には6番バッター村上。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。打ちました。ライトが下がっていく。頭上ぐんぐん、そのままスタンドに入りました。ソロホームランが出ました。大量リードをさらに広げるホームランになりました。追加点が入りました。タイガース6対0になりました。いや速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。バッターボックスには7番今宮。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。次が2球目、ストライクになります。ノーボールツーストライクです。引っ張った、サードが前に来る。サード取った、送球する、アウト、ワンアウトです。バッターボックスは8番吉川。まあタイガースバッテリーとしては大きくリードをしているとはいえ、無駄な点を与えることはないようにしたいですね。はい、さあどういうピッチングをしてくるのか。落ちるボールです。外、際どい球、ボールになります。160キロ。次が6球目、ここもファールです。空振り、ここはランナーを変えさせません。これで2アウト。バッターボックスは9番石原。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。2アウトランナー2塁です。ランナー出ましたがホークス得点はありませんでした。6対0、タイガース大量リードしています。今日は見事な完封で白星を挙げました。タイガースが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。里崎さん、見事な完封勝利です。
本人はもちろんですが、ベンチ監督としても嬉しいですよね。そうですね、まあ完封したんで当然なんですけど、今日は本当に素晴らしいピッチングでしたね。そうですね、圧巻のピッチングを見せてくれました。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のホークスですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで楽天生命パーク宮城から失礼します。